はい、これから麦行きます。麦行きましょう。行っちゃいますか。行っちゃいましょう。いいですか、僕も同伴させていただいて。はい、なんか回ってますね。風が起こりましたね。エアアシストですね、噂の。あ、来ました来ました。来ましたよ。はい、そんなことでスタートいたしました。いや、すごいですね。今これ見てるんですけど、今 9.5 キロですか。 9.5 キロですね。 9.5 キロ。いや、まだ上げれるんですけど、うんうん、ちょっとこれ以上上げると、うんうん、自分の反応速度が追いつかないんで、うんうん、まあそうです ね、 周りにもね、木もありますしね。そうなんですよね。そういう部分でやはり引っ掛けちゃったりしたら大変なことになっちゃいますから。引っ掛けたら事件なんで。事件ですね、はい、なるほどなるほど。すごいですね。これ要は今あの上の大きなディスプレイあるじゃないですか。はい、そこが GPS で感知して、はい、そうですね。はい、それでさっきみたいな感じでプシュプシュプシュと。そうです。はあ、さっきあの勝手に止まったの分かりました。止まってる、見ました。後ろからね、見させてもらいましたね。なんかプシュ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 って。エアで止めてるんで。はいはいはい、これでまあ要は重なりがあったら、うん、もう勝手に止めてくれるんで。はあ、ああいう斜めの畑、うんうん、大活躍ですよね。大活躍だわあれは。ちょっとうちも欲しいなと思いましたわあれは。うちも結構三角多いんでね。あれでもつけないですか、あの他のメーカーでも。いや、つけれるんですよ。つけれるんですけども、はい、うーんとね、うん百万円するっていう。あ、持ってたかな。結構ね、うん、結構かかるはずだったんですよ。そうですよね。それのためだけにかと思っちゃうとね。藤井くんちだったらもう斜めの畑なんてないじゃないですか。何をおっしゃるあなた。そうなんですか。私は川と共に生きてきた藤井農場ですから。そうなんです。もう肝臓みたいな畑とかもありますよ。肝臓みたいな畑。はい、本当にどんな形。本当に肝臓みたいな形 したりとか、はい、ありますよね。てっちゃんってやっぱりさ、自分家周りは割とさ四角くてね、そんな石も出なくてってとこ多いですけど、いろんなとこありますからね、やっぱりね。そうですね、うん、山の中腹とかありますよ、ね、うん、またここだとまたね、ほんとてっちゃんちと雰囲気が変わって。そうですね。あ、確かにてっちゃん、はい、すごい揺れてますもうすぐ半分気持ち悪いですね。これどうしても枕上だとどうしてもね。そうなんですよね。そういう感じですよね。枕地はもう知らないです。そうですよね。だからもう普段枕の時はもう藤井くんの方が大したんです。なるほどなるほど。そう、今日は藤井がいるからね、残念ながら。そうなんですよね。こう埋まっちゃってるから、ちょっと座れないですけど。うん、当て腕はちょっと寒そうっすね。はいはい。もう足地面についてないですからね、これ。本当ですね。で、てっちゃん、あのね、言うようにさ、はい、俺ちょっと酔っ払ってきたわ、これ。あ、やっぱ酔っ払います？酔っ払う。俺ね、ちょっとしかもね、車酔いしやすいタイプなの。はい、あ、そうなんすか。そうなの。大丈夫ですか。大丈夫です、頑張ります、もう、はい、YouTube のために。やばくなったら言ってください。うん、わかりました。いつでも外に。わかりました。まあまあ、でも鈴鹿くんの小麦を汚さないようにしっかり我慢していきます。あ、倒れてる。あらららら、もう倒れちゃってます。あ、ほんとですね。まだ身入ってないのに。あらららら、これ倒れてます。ドッグしてますね。降りちゃいましょう。もう、あ、そう、雨降るやつね。なんかやっぱりこっちの地域は結構雨がドドッと降ったっていう。そうですね、この前なんか40ミリぐらいの雨が降ったみたいで。ね、しかも短時間に降ったってことだもんね。もうあれですね、ゲリラ豪雨みたいなやつ降ったり。そう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 。いやー、ほん本当にね、今時期は、まあ、あと1ヶ月ぐらいじゃないですか、収穫もね。そうなんですよね。その中でそういうね、ちょっと急激な天気ってね。いや、今時期降られるのが一番ですね。本当だよ。もう身入っちゃって、もうあと刈るだけみたいな感じだったら、まあまあまあどうにかね、もう刈るのは大変だけど。そうですね、ね、拾いさえすればなんとかなんですけど、うん、今倒れちゃってもダメですね。まあ、辿ったのはちょっとなんで。まあまあそうだね、本音はそんなことはないかなっていう感じ。そうですね。いやー、なるほど。これ春小麦ってなんて品種なんですか。これ春キラリです。春キラリ、へー、あんまり
聞いたことない品種ですね。ハリオコイ昔使ってたんですけど。あ、ハリオコイは聞いたことあります。はい、ありますよね。それの後継みたいな感じですか。そうですね。これは何、パン用、麺用っていう、パンですか、どっちかどっちかでもパンですかね。なるほどなるほど。麺にもなりますけど、もう万能なんですね、ハルキラリ。ハルキラリはそう。でも名前は可愛いですね、ハルキラリってね。そうですね、うん、なんか基本なんか麦の品種の名前って、うん、女の子ばっかですよね。確かにそうですね。ホナミもそうです。北ホナミそうだよね、鈴木ホナミみたいな感じで ね。でも夢力なんか、あれ男の子なんです ね。あ、しかもだってさ、はい、あれじゃん、メムロの GMM のパスタなんか男のなんかごついさ男の人がさあのパッケージになってるじゃん、ね、はい、夢力って感じじゃないですか、ね、力ですか、ね、全面的に男らしさ、ね、男らしさが、はい、はい、はい、そんな感じで、はい、順調に散布しておりますが、これちょっとまた真っ暗ですから ね、 真っ暗ね、ちょっと鈴鹿くんのこのクラブ感を感じていただきたいわ。クラブ感パーリーな感じ。そうですね。例えばのパリピなんで、そうですね、立て乗り、いや、あのね、でもスプリアの敵は、あの、立て乗り系ですね、これ。あ、そうですね。あー、でも本当にでも、もういいんじゃないですかね。はい、飲みましょうよ。そうですね、はい、はい、これで、一周、外周は終わりましたよ、といい感じですね。はい、これさ、ちょっと思ったんだけど、てっちゃん、はい、あれ、端っこのさ、竿ってなんかちょっと違うじゃない、他の竿って。あ、あれ逃げるんですよ。あ、そういうことなんだ。なんか曲がってるなと思ったんだ。あ、そういうことなんだ。で、なんかガードみたいなのもついてるじゃない。あ、はい、あれをぶっかってもノズルがやられないように。あ、なるほど。あ、もう、すごいすごい、始まった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 、はいはい、始まった始まったよ、これ、中が分かるのすごいすごいすごい、プシュンプシュン。これね、3つずつ出るのかい、これ。そうですね、1m50 ぐらいの幅で。これ何セクションなの。20セクションですね。20セクションすごい。あ、ほんとだほんとだ。これ今任さってるところがこう、なんか、うわわ、すごい出てましたよ。次くるくるする3の3、3、3出る、3、はい、3くる。わあ、すごいすごいすごい。いや、すごいっすね。うわ、見てください、しっかり、あの、全然話してる間にこんだけちゃんと色ついてますから。そうですね、塗り絵してますよ。すごいよ、これは。ちょっとこの感じも撮りたいですね。ディスプレイの感じ、ディスプレイの感じも撮りたいです。いやいやいや、すごいっすね。まだでも本当風景いいですね。そうですね、やっぱこう山の風景って綺麗ですよね。そうだよね。あれ、この辺か、あの、それこそブルーベリーとかさ、ハスカップとか。あ、ハスカップはですね、もうちょっと向こうですね。もうちょっと向こうか、はい、あの、北米とか山里って言われる地域ですかね。ああ、そうか、そう、ちょっとまた、まあ、同じエリアではあるけど、ちょっと違う地区ってことですね。そうですね。なるほど。地区的にはもう全然別のところっていうか。うん、そうだね。いや、確かに結構高低差ありますね、ここ。そうですね、上がって下がって、じゃんけんぽんですね。これでもまだうちではアユコなんですよ。そっかそっか、すっか、全然平坦ですよ、これは。あ、すごいすごい、やっぱあの先っぽだけ出てないですよ、今。あれ、あ、ですね、あそこちょっと重ねてるんですね、見ると。すごいね。いや、でも20セクションあったら、はい、まあ、そういう細やかなことができるよね。そうですね。うちは5ですか、5。あ、そうっすよね。うん、普通は5なんじゃないですか。まあそうなんです。いや、だから20って、これもしこれ手動だとしたらさ、てっちゃんめっちゃ大変だよね。20個スイッチあってさ、無理です無理です無理です。プシュ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 ってさ、手でプシュ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。でも昔は、はい、ハーディー使ってた頃は、ハーディー、はい、7セクションでしたけど、あ、じゃあ9セクションだ。9セクション、9セクションを手動で斜めの時は、はぁ、まあ忙しいですよね。そうだよね。出して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 、止めて止めて止めて、そうなっちゃうんですよね。いや、そう考えるとやっぱりすごいですね、アグリファーク。アグリファークは素晴らしい。すごいね。これさ、 GPS 自体は、はい、どこでどう、このアグリファーク自体にアンテナみたいなのがついてるってこと。あ、これも純正のアグリファークで、うんうん、セッティングしてるっていうか、こう作ってるっていうか。ああ、
これ自体にも GPS が内蔵されてってことなんだ。そうですよ、上になんかあのあれあったじゃないですか、あアンテナ、あそういうことなんだ、はい、そうかそうか、まあ、特にこうトリングルですとか、うん、トップモードのやつではないですね。なるほど、専用のやつがアンテナがもうついてると、はい、そうです、ね、この GPS 自体も、うん、まああのアグリパークの、うん、あの最初からついてたやつなんで、うん、なんでちょっとこの辺のセットアップとか、うん、違うんですよね、うん、いやすごいわね、まあ、とりあえず、うん、勝手に止まってくれればいいかなって、うん、ちょっと RTK とかつなげばおオートパイロットとかもできるみたいなことならしいんですけど、あこのディスプレイ自体で、はい、おそうなんだ、まあでも別にまあね、ただ走るだけだったらね、基本もう引かれたレール走ってるだけなんで、そうだよね、別にね、そんな自分で運転してもそんなに苦じゃないよね。そうですね、うん、なるほどね、はい、もうちょっと終わっちゃいますよこれ。いや本当だね、もう終わっちゃいますね、あともう一回ですわ。早いわ。これ何丁角なんですか畑？これは5丁ですね。5丁、はい、でもやっぱりさ10キロってさもうやっぱ考えられないよね。そうですね、昔は自分周りに使ってた頃のまあ6キロとかさ、でも6キロか、周りも十分速いスプレーなんで、でもさこれをさ自分たちのさ、はい、スプレーでやろうと思っても差も違うし、実際全然こんな感じではねならないよね。そうですね、やっぱ差はごついもんね、本当に。そうごついですね、うん、これやっぱ旋回するときに、うんうん、竿ごついんでやっぱこう重量感感じますよ。そうだよね、振り回される感じできますよね。あさあこの畑のラストの腕に入りましたよ。これさ、はい、サンパーは何メートルでしたっけ。30メートルですね。30メートルか、はい、30メートルでやっぱこの竿の太さなんで、やっぱこう外からの見るとね、なんていうんですかね、やっぱりこう、まあ、そうだね、な迫力のあるというかさ、うちもまあ32メーターだけどさ、でも細いから、なんていうの、またこのアグリファークのこの力強さとは違うよね。まあ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 、うん、やっぱ細いと名をつきますよね。つか、うん、そう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 、もちろんもちろん、だから。ちょっとなんだろうな、段差あるところとか枕のところとかブインブインってなっちゃいますから、枕なんてもう10キロなんてもう出せないですから。そうですね、かかってるかかってないかかってるかかってないみたいな感じ、ね、うん、なっちゃうし、竿がなんかバインバインってなっちゃってね、壊れても嫌だなと思うんで、やっぱり枕はちょっと1足ぐらい下げますからね。そうですよね、昔そうでした。うん、そうだよね。いやすごいですね、でも全て本当にこれらのサンプル量もね1リットル単位で出ますからね、はい、そうですね、残り900ぐらいですね、まあ、そんなこと言ってる間にこの畑の方が、はい、来ました。終わりです。ということで終わりでございます。さあ2枚目に向かいますね。なるほど、すごいね。で、はい、この辺でまた操作をしてあとはね、じゃあこれなんすか、これ。え、これ、この機械、P って書いてるやつ、僕のカメラ撮ってるやつ、これ。あー、これですか。はい、これはですね、今は使ってないんですけど、はい、液肥を巻きたいときに、毎回入れるのめんどくさいじゃないですか、はいはい、あのアリン酸だとか、はいはいはい、そこに入れとくんですよ。鉄タンクがあるってこと？あ、そうですそうです。はあ、ね。だったらなんか4パーとかありますよね。お4パーでピッてやったらこう3分に対して4パーの割合でその液を混ぜてってくれる。すごいわ。いちいちすごいね。そうですね。すごいね。高いです今は。そっかそっか。使うときは。はあ、で 4% いりますよと、はい、へえ、ほんとすごいっすね。
なるほどね。やっぱり天気によってね変わってきますからね。そのあたりは分かんないですけど、まあそうだよね、燃料も上がってますからね。高いですよね。本当にそうですね。なんかいろいろとやっぱり考えていかないといけないよね。もう例年通りというのがさ、そうですね、例年通りしててもダメだなっていうのがいろいろやっぱり情勢変わってきてね。でもあんま待ってたら雨当たって価格上がってきますから、そうか、タイミングっていうのはやっぱり、判断しないといけないよね。そうですね。でももう今年だったら本当 16% ぐらいまで下がるのをしっかり待ってから買った方がいいのかもしれないですね。あ、そうか、そこでね乾燥で燃料いっぱい使っちゃうとはね、不作じゃないなと。いやー、そうですか、はい、ありがとうございます。そんなことを言ってる間に、春巻き小麦は、の作業は終了ですね。はい、はい、お疲れ様でございました。ありがとうございます。はい、ありますか。これちなみになんですけど、はい、これアグリファークはどこの国の機械でしたっけ？またその国ですか？いやいやいや、確認ですよ。僕も1年ぶりなんで忘れちゃったんでね。はい、オランダでしたよね。オランダでしたね。オランダでしたよね。確かにそうです。確かこれで夜もオランダだと思ったんですけど、はい、あれデンマークだったんですよね。あ、デンマークやったのあれ。デンマークでした。そうなんだ。編集したじゃないですか。いやいやいや、あれデンマークでしたっけ？デンマークだったみたいですね。あ、そうなんだ。てかデンマークってそんな機会あるんだね。あるんですね。なんかちょっとピンとこないけど、もう北欧の国しかないですけどね。そうですか、そうですか。いや、しっかり勉強しましたね。もう MVP チャンネルのおかげで知れたんじゃないですか。そういうことですね。そうですよね。ね、あんたにそういう方でね、勉強しながら、育っていく MVP チャンネルでございますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、今日そんなことで、今日そんなことで今日はありがとうございましたが、今日なことになっちゃいました。はい、ありがとうございました。まだまだあれですね、こういう防除作業は続きそうですね。そうですね。ここはまだまだこれからなんで、はい、これが週1回ぐらい。そうかそうか。はい、はい、あと、もあともう1回残ってるんです。ああ、そうかそうか、はい、まだまだこのアグリパークは活躍しそうですね。そしたらね、そうですね、まだ折り返してもいいですね、もし。ああ、そうかそうか、はい、ハーフラウンドみたいな感じで。そうですね、はい、はい、そうですか。そしたら最後にちょっと MVP チャンネルの視聴者の方にメッセージをお願いします。それで締めてください。はい、いつも MVP チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。これからもこのバカでかい機械でガンガンボードしていくんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そんなことでね、概要欄にね、鈴鹿農園のホームページも載けてありますんで、あ、はい、ぜひそちらもご覧いただければと思います。はい、はい、そんなことで今日はありがとうございました。バイバーイ。さあ、防除が終わりまして、帰宅に、帰宅するとのことでございました。最後のエンディングは、はい、てっちゃんありがとうね。バイバーイ。